あ、懐かしいな。あんなとこに家が建ってる。なかったのに。冬になるとすごい、もうここ一面すっごい白くて、雪でも埋もれてるんですけど、それをみんなでガーってここら辺を走ったりとかして遊んでたりとか、なんかなんだろう、なんかすごい帰るまで競争したりとかなんかしてましたね。鬼ごっこ しながら帰ったりとか。うちは駄菓子屋さんなんですけど、なんかすごい安いのかな、何十円ぐらいで売ってて、で遠足のお菓子とかをそこで買って、遠足のお菓子がだいたい300円までだから、そういう駄菓子をいっぱい買って。やってるよ、ここやってる。緊張するわ。で、この箱でこの駄菓子を取るんですよ。で、私がよく買ってたのはこのカステラと、あとはこれなんか変なゼリーも買ったんですよ。こんにゃくゼリーの紫と、自分の好きなところ、好きなところ、どこだろう。こう嫌なこととかがあっても、なんか、こう、前向きに考えること、時とか、なんか、プラスに考えるようにしてるところ。じゃあ逆に嫌いなところ。いっぱいありますね。結構なんか人見知りするタイプなんで、ずっと一緒にいたら喋れるようになるんですけど、すぐフレンドリーになれる人とかを見ると、なんか、ああ、羨ましいなとかって思いますね。変わってなかったですね、おばあちゃん。おばあちゃん、おばあちゃん。やっぱなんか怖い感じで、いつもこの袋に入れてくれるんですけど、なんか多い時はソロ版で計算しだして、でなんかもうめっちゃ早くてすぐなんか出てくるんですよ。でもすごい安いんです。これだけで100いくらだったんで。ここもここでも結構遊びましたね、この公園とかで。この公園で結構毎日のように遊んでて、その滑り台とかからこう降りたりとかして、なんかスカートが破けたりとかありますね。それ聞けなかった。歌ってたかな。でも毎日のようにこう歌ってたんで、なんかみんなとなんか振り付けたりとかして歌ったりとか、あとは何してたんだろう。こっちに住んでる時とさ、今変わった、性格。私は分かんない、どうなんだろう、変わったのかな。あんま変わってないと思いますよ。こっちにいる時もマイペース。でも幼稚園の頃はうるさかったかもしれない。じゃあ帰りまた来てね。私のおじいちゃんとおばあちゃんです。あ、トミコです。よろしくお願いします。名前を言って。あの、母です。何でした？若い男にいつまでもな。なんで若い男いつまでもな。はい、そんな感じでですね、見学をね、前もね、来たよね。今来たことあるか。あったじゃん、前。私らがね。ね、あるよね。もう何年か前やろ。うん、前。昔。大体ドリームで、こう、全然
っぱりね、年齢にしてもね、ちょっと年上やしね、みんなをね、ぐいぐい引っ張ってね、行くよ、力を出してほしいなと思います。あとはもう健康にね、もう気をつけてもうたら何にもいいことないですけど。もっとテレビで出てもらわなもっとテレビに出てもらわな出してもらわな。もう卒業したらあれやろ、仕事だけ、仕事一本やろ、うん、ねえ、それこそも体に気をつけて一生懸命頑張らんな、うん、今風邪ひいとったけど大丈夫？風邪ひいてないよ。今ひいてないよ、うん、今またね、すごく流行っとるやろ、うん、お父さんかかったよ、この前、うん、もう引っ越しじゃ、もう今年は一回もまだ風邪ひいて。どうだった岐阜？なんか、なんだろう、なんか帰ってきても行かない場所とかにすごい久しぶりに行って、なんかすごい懐かしいなっていうのもあったし、もう絶対来ないだろうと思ってたようなところも行けたんで、なんか嬉しかったし、なんかその遊んでた時とかを思い出したりとか、ここは誰々と遊んでたとか、どんなことしてたとか、なんかいろいろ思い出しました。過去の自分を思い出して、昔はこうだったのになとかさ、自分に対してなんかもっとわがままだったとか、あーでも今でもわがままですね。それは変わってない、昔から。あんまり変わってないと思いましたよ。10年とかそんぐらいの未来でいいんだけど、はい、変わってると思う、自分は。未来の自分。なんだろう、なんか小学生の頃とかって高校生とかすごいなんか大人に見えてたじゃないですか。ね、なんかでも実際高校生になってみると、なんか別に気持ちはそんなに変わってないなって思うんですよ。だからあと10年ぐらい経ってもそうなのかなって思ったりもするし、逆にもっとなんか大人っぽくなって、なんかいろんな考えを持った人になってればいいなっていう理想はあります。仕事は？仕事はやっぱやっていたいですね、うん、いろんな歌も続けたいし、いろんな演技の勉強をして、これからそういう面でもこう活躍できる人になれたらいいなって。じゃあ最後に質問なんですけど、その自分、未来の自分に向かって何か言いたいことは？未来の自分ですか。なんかこういうことはし、こういう風にやってて欲しくないとか。言いたいこと、なんだろう。なんか、やっぱちゃんと仕事を続けて、頑張ってほしい。頑張ってほしい。頑張っててほしいですね。うん。